今回はクランクです。クランク通る時の運転姿勢についてお話ししていこうと思います。運転姿勢、ニーグリップとかね、肩の力抜くとか基本の内容はちょっとひとまず置いといて、で今回はリーンイン、リーンウィズ、リーンアウトについてのお話です。まずリーンウィズについてですが、リーンウィズっていうのはバイクと体がほぼ同じ角度、同じ角度を保ったままで曲がるのがリーンウィズです。でバイクよりも体が内側に入る、頭がバイクよりも内側に入るのがリーンインですね。で逆にバイクより体が外に行く、これがリーンアウトになります。それぞれいいとこ悪いところはあるんですが、このクランクでは、どの姿勢が一番、通りやすいのかと、リーンアウトなのか、ウィズなのか、インなのかっていうのを説明していきたいと思います。でまず基本のリーン、ウィズですね。おそらく教習所で指導するときにこのリーンウィズで指導される教習所が一番多いかと思います。とっさにリーンインにもリーンアウトにも切り替えが効きやすいバランスのいい姿勢なので、リーンウィズっていうのが基本になるかなと思います。これがリーンウィズですね。体とバイクが自然と同じ角度、で次がリーンアウトについてなんですが、角曲がるときにバイクを傾けて体は反対向きに残すという形ですね。でリーンアウトのいいところは小回りができるというのがいいところです。接地面がタイヤの内側になりますので、バンクすればするほど小回りができる、体を外に起こしてバランスを取るという形になります。こうですね、曲がるときにバイク傾ける、体は起こしたままという姿勢です。ただ私的にはこのリーンアウトはあまりおすすめしません。なぜかというとバイクが傾いているのでバランス崩したときに足をついてしまったりとか転倒することがありますので、クランクは基本的に低速で進む場所なので、あまりバイクは傾けずに車体はある程度起こした状態でハンドルのこの切れ角、打角だけで曲がっていくのが安定すると思います。ですのであまりバイク傾けるこのリーンアウトはおすすめはしてません。じゃあリーンアウトで通ってみます。バイクをここで傾ける、体は上に残す。で今のリーンアウトの失敗パターンもやってみます。バイク傾けた時にバランス崩して足が出る、バイク傾けた時に足が出る、傾けすぎるとやはりバランス崩した時にもっとさにスピードを上げてバランス回復するか、足を出して支えるかしかなくなるので、あまりこのリーンアウトでのクランクはおすすめしてません。で次がリーンインですね。リーンイン、頭がちょっと内側、バイクは起こすという姿勢です。
バイクは立てた状態で体、頭をちょっと内に入れてハンドル切っていきます。私のおすすめはこのちょっとリーンインですね。バイク曲げる前に少しこっちの左側のハンドルの方に少し頭をずらしてやって、でバイクはあまり角度つけずにハンドルを切って曲がっていく。実際私もクランク通るときはこの姿勢でやってます。少し頭内側です。まあ、これがおそらくバイク立てたまま通りやすい姿勢かと思います。ただ極端にはやりすぎないように、極端に頭入れてしまうとバイクが今度起き上がりすぎるので、そうすると角曲がる時の円が大きくなって小回りしづらくなりますのでね。だからちょっと内側に頭入れる感じですね。ちょっとだけ。で、おすすめは、まあ、ちょっと内側に頭です。左のハンドルに頭が行く感じ、ちょっとだけリーンイン、ちょっとだけリーンインですね。クランクは低速でバランス取る場所なので、あまりバイクを傾けすぎるとバランスが取りづらくなって足をつかないといけなくなりますので、車体は起こしたまま、まあ、ちょっとは傾くんですけど、少しは傾くんやけど、傾きは小さい方がいいですね。小さい傾きで通っていく場所です。ですので、体的にはリーンアウトよりも、まあ、リーンウィズか、わずかにリーンインっていうのをおすすめします。今回の動画はクランクでした。何かの参考にしてみてください。